はよう。リオさん6時50分に出るんやろ。あと10分しかないで。無理ゲーやん。さて、体重測ります。またスーパー 65.6。 やつは6時50分に出るみたい。無理やん。いけんの？6時55分？いや、変われへんやん、5分しか。全然変われへんもん。無理ゲーやん。無理ゲーに挑戦しようとしとん。開けてくれ。あと、あまりも入れて、氷入れてくんやろ。これさっき入れてもて、こっちに何もしないから。これリオが飲んだやつや。何だこれ持ってきた。これリオで飲んだ。え、これリオが私飲んだ。じゃあそれ入れていけやす、まず。いいよ、飲むんだ。じゃあそれ入れていったやん。で、これも余すやん。余ったやつこっち入れたやん。さっき古いの使ってって。わかるやろ。え、さっき古い方使ってって。じゃあさっきこっち開けといて。お前ええ加減せえよ。名前気分どほどがあるやん、さっきの。はい、長女は部活2期、僕は味噌汁作ってます。あかん、布団片付けて。布団片付けて。うん。あ、もうリオすっごかって疲れたわ。まあでもあんだけ反抗するということは、もう俺携帯払う意味ないよな、毎月毎月。あの携帯お金ちょうだい。なんで俺あんな反抗されて毎月あいつの携帯で払って、なんで飯も作らなあかんねん。あの携帯俺欲しい。ちょっと制裁加えなあかんな今回は。制裁ってなんだ。何かこう罰がないともうあかんわ。ちょっと甘すぎるわ。1ヶ月間おめに携帯渡す。俺をほんまに怒らしまったから、携帯解約しに行ってきます。マジでもう携帯とか何で払わなあかんの。あかん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 。さあちょっとほんまに携帯解約しに行こう。昨日も携帯あんまさ触らんとずっと遊んで、また携帯しやっとうし、ほんま反抗はするし、ちょっとガチガチで行ってみようかな。もうあかんなっていう最後のスイッチをあいつ入れてしまったな。とうとうちょっと続いております。私行くときは行きます。自分で招くことやでって、そこそったらって自分の首で締めることやでって。完成。うまそうです。新パパ、皆さんおはようございます。さっきの動画どこで切れてるんやろ。またブチ切れちゃった。ブチ切れではないけど、リオの携帯解約するって言って、捨てるってちょっと怒りました。で今携帯隠してます。でまあ事の経緯は、まあ、携帯をずっと優先順位に回して、もうどこ行くのも携帯持っていくし、もうトイレやらもう脱衣所やらもう携帯触って、まあそんな時間あるやったら宿題ね、ちょっとかしたらええのにと思いながら、返事もせえへんし、で朝ね、多分動画でこう映しとったけど、途中でもう撮影やめたから、その時にちょっと怒って、そのさらにブチってきて、そんな状態です。で今が次の日の、朝です。今いやー、夏休み怒ることが多くなったね。そんなに怒らないけど。夏休み楽しいですよね。で、あんまりその怒らないんですけど、まあ、2回目ですね。時間遅れた時と今回の携帯で、まあ、今回は本人はもう諦めてます。あ、こいつがもうここまで言ったらもう無理やって、まあ、僕の怒る時はもうとことん行くって知ってるんで、そう諦め、もう携帯諦めてます。で携帯、リオの携帯のない生活は2日目になります。今もう何にも言ってこないです。あ、もう本当に捨てられたんだっていう感じですね。今日はね、ちょっと、まあ、こっちからは喋りかけないです。昨日も夜一言も喋ってない。いわゆる冷戦状態です。冷戦。
冷たい戦い、冷戦です。今日は朝リオはクラブ行って、で僕は今からちょっと片付けして、仕事の準備して出発するんですけど、クラブから帰ってきて、まああいつから喋りかけてきて、こうしっかり話するんやったらちょっとしようかなと思います。それまではちょっと冷戦を貫いていこうかなと。心が痛いけど、怒ったらほんま疲れるし、体力いるし、心痛いし、でもやらなあかんときやらなあかんし、減量中やったらもう死んでる俺ってことで、今から用意していきます。この鍋何に使ったか言ったら、鶏そぼろまた作ったよ。鶏そぼろね、減量中とか関係なしで普通にいける。もいとくだけで、食べ物ないときにふりかけみたいに振って食べれるから。また 1.5 キロ作ったし、減量中の生活があんま抜けてない。抜けてないから、いざ何食べても言われたら、なんかな、むちゃくちゃ気遣ってしまうな。結局大会に出た体重は62キロで、68、9まで上がってたんですけど、今65キロにちょっと落としました。仕上がった体重のプラス3キロぐらいで今います。なんか気遣ってまうねんな。まあしんどくないからいいねんけど、食事もなんか徹底して、何の大会もないのになんか徹底して管理してる自分がおる。なんなんやのこれ。腹筋がなくなってきたら嫌になったからかな。よう分からん。めっちゃ暑かった。え？部屋が。こっちで布団引いて。え、パパで死んでるのは嫌やから。黙って、もう。お前も反抗期、ダブル反抗期になったら二人とも一緒にまとめてしばく。まあ子育てって難しいよね。ジージーに言ったら、ああ、俺もそうやったわって言った。チャーちゃんが生きとったら、ああ、わかるわかるとか言われるよな。まあ携帯もね、今の時代情報収集とか、いろんなことわかるんで、むちゃくちゃ便利やから僕は賛成派なんですけど、だから僕が言ってるのはもう携帯、まあ、ない生活もちょっと試させないと、まあ、どうせ高校生になったらもう自由やし、まあ自由というかある程度ね、僕も何も言うあれじゃないので、オラと娘の戦いは続いていく。まあ言うてもあれ、昨日喋ったけどな、リオとちょっと夜お豆ねとった時喋った言うても、これカカ、それ私の人によって考え方と環境とかいろいろ全然違うから、それでも OK っていう人もおれば、ここは引かれへん、でも周りが言ったら、いやそこぐらい許したったらっていう考え方もあるし、正解がないってこういうことよな、ほんまに。なあ高橋君、俺から見たらリオとパパの変な喧嘩っぽいやつはほんまに見るぞ喧嘩ちゃうの、見るじゃん、こっちが注意したもんね。もう喧嘩ちゃうんで注意とか入ってきたら、兄弟喧嘩みたいに言うの。いつも俺さ、寝れへんねん。いや、当たり前だろ、あいつは言い返してくるから。まあでも反抗期は、俺もそうやったもん。何言っても反抗しとったもん。三者交談の時、チャーシャー泣いて帰ったから俺の素行が悪すぎて、反抗期すぎて。チャーシャー、やっと気持ち分かったよ回るよ時代は回る。ほんま時代は回る。時代は回るから大事なことも絶対変わらへんねんって。ちょっと何言ってるか分かんない。ちゃんと挨拶したりとか、人のことに時間を使ってあげたりとか。それ聞かれたら反対でしたね。いや、そうだ、俺の感想やけど、でも結局そっちの方がええんよ。はい、うん。それがどうしたんですか。下方の反抗期、セミと同じ寿命にしようか新パパ。いやでも減量してから、なんかほうれい線がバチン出とんな。65キロじゃガリガリやから出るのかな。それが嫌。今ボッコ出となかったのに。もうただもうめっちゃ流行ってるよ上達しません。そう、はい、仕事昼です。家の近くやったんで戻ってきました。でお昼ご飯食べます。多分リオもクラブから多分12時半1時に帰ってくるんかな。ちょっと待っとったろうかな。多分一言も喋らないと思うけど、皆さんその辺ご了承お願いします。まあどうなるかわからないですけど、まあ、ちょっとお昼ご飯食べに家戻ります。
ただいまおらんか、リュウマスに行ったら何時に帰ってくるんやろうな。午前中までやから1時ぐらいかな。俺も出るかな、仕事ご飯食べて待っとってもいいけど、まあ自分の思い通りには絶対ならんからな、子育ても人生も。もう俺それ本気で思うとうから、まだ楽なのかな、気持ちが絶対思い通りはならない。まあ時間もうまいこと使う、子育てもうまいことするって言っても思う通りには絶対ならない。携帯は実は解約してないです。あ、言ったっけ朝、ちょっと何言ったか忘れてな。もう 前まで1日2日やけど、ちょっと今回は1週間2週間3週間とちょっと様子見てみようかな。もうどうなるか、まあ、その一瞬一瞬を楽しもう。楽しむじゃなくてこう注意を向けようみたいな、一瞬一瞬に。今日はですね、お仕事先の人とご飯食べに行って、まあ久々にお酒も飲みますね。久お酒マジで家で飲まんくなったな。でも週末だけ飲もうかなみたいなのは思ってます。皆さん見て、唐揚げ仕込ん、昨日唐揚げ作って仕込んでて、今日したらうまいやろな、これ揚げるだけ。あと、いやー、高橋リオ帰ってくるのか。こんな喋っとくで帰ってきたら多分喋らんよ。私なんかマジ鮭毎日食べとんねんけど、体に大丈夫なんかな。まあ 100g ぐらいだけやけど、毎日食べとんの欠かさず。お前言うとった通りやわ。まあ、大会とか出たらなんか飲まんくなりますよとか言われたけど、そんなことないや、俺お酒好きやのにって言われとったけど、ほんまになんだ。甘いもんめっちゃ好きになりますよって言われて、ほんまその通りだった。変なもんできました、食べます。なんか65キロをずっとキープしとうから、減量してから言ったかな、ここにボコーっとほうれい線が取れへんのかな。話し合いがしたいんですけど、いいですか？何の？ずっとこのまま嫌なの。俺ももっと嫌。それお前携帯がどうのこうのって話し合いな。いやでも携帯のことよく考えたけど、昨日などうやって携帯なしでいけるかみたいなの考えたけど、その約束は前からしてて、今その途中経過の話をしてて、うん、それはいい、その子の家行ったらいいや。別に家が分からへん。何、あのもう携帯の話をしたい。じゃあ携帯の話もしたいけど、他のこともしたい。そのギスギスしてることも話したいし、携帯の話もしたい。どっちも。ギスギスしてるのなんでな。夜の初夜。別にええんやね、そのお前がどうのこうのっていう偉そうに言ったりとか、うん、ただお前ただ携帯を返してとか、携帯ないからな、どうすることもできんから。携帯に関してはそれをどうにかしてほしいからの話し合いの方がほとんど勝ってんの。それだったら全然問題が違うで。ちなみに皆さん、携帯電話ここの隙間にあります。シュッ、リオは解約して捨てられたと思ってます。もう行くで。何仕事話し合い。何、どんな話し合いなの。考えてきた、どんな話し合いでどういう風に なりどういう風にしたいかって分かった。分かりました。分かった。なんでまずこうなった。でも反抗した。反抗期って反抗するの分かるし、反抗期はその分かっとるね。だから俺だってあってんから、嫌な時じいじいちゃうさん、いやいやしゃあない時あったわけやんか。分かるで、全然。お前も一生懸命生きとうや今な、部活に学校に一生懸命。お前も俺もそうや、みんなさ、料理もそうや。でも嫌なこととかあるんやったら、言われて嫌やったらグワッと言わんと、普通に言ってみ。普通に言ったら、ああこれこれこれはこうでこうやって、こっちも言えるやん。
どう思うとか何思うとか喋ってみ。でも俺何も完璧にせえって言ってへん。しようと しなさいって言ってへん。完璧は絶対無理やから、そんな無理やから、みんな時間があるから。お前もいろんな背中疲れたこともあるやろ、もちろん部活もそうやし、俺も昔、お前と一緒に昔とか分かるやん、しんどいのも機嫌悪い時も楽しい時もあるわけやねんけど、龍だって みんなそうやから、同じ人間やから。俺とあたり年取っとっただけの話でも、思考はそんな一緒やから、考えたこととか思ったこと、お前よりはちょっと大人だけで一緒やから。別に俺が飛び抜けて神様的な存在じゃないから、一緒やからこそ言ったあかんこといろいろあるの違う。完璧ではないもんだ、全部全ては。ただやろうとしなさいって言うと、それを反抗してやろうともせえへんのに反抗するとおかしくないな。宿題もせえせえ言わへん別に、でもやろうとせんとあかんやん。で携帯とかそれ全部優先やん、そっちでええねんね。携帯とか自分のやりたいことっていうのはなかなかできひんもんない。あれもこれもできひんの絶対に。分かるってこと、一日のうちにあれもこれもできひんのよ。しんどいって言わない。でも現実逃避したとかあんねん。携帯ちょっと見たらそんなにええんやん全然。でもどっちが大事なの、課題の大事、携帯より大事なのもたくさんあるやろ。課題もそうやし、人とのつながりもそうやし、家族もそうやし。でも気が散るわけやもん、そっちにずっとできひんけど、気晴らしになっと時間が気晴らしになってることがメインになってるわけやから、その携帯もそうやし。言うこと分かる。だから言われたら腹立ったりとか、反抗期プラスそれも重なっとか腹立つわけだよ。でもみんな一緒やでってこと。お前だけが時間なくてせかせかしとるわけじゃないし、みんなそう。言い方もいろいろあるやろ。反抗して偉そうには言えば別に、ある程度別に全然言わへん、別に偉そうに言わへん、お前言わへんが。でもそこにはリスペクトなかったから、お互いにリスペクトって分かる。お互いにええとこあるか許し合えるわけやんか。でも外ではお前気ぃ使っと分かっとって、友達のこと気ぃ使ったり優しくしても分かっとって、まあ、家でもそこまでせえって言わんけど、ただちょっとひどいから俺ええとだけ注意してたらしい。で人に偉そうに言っても何も始まらん、あのプラスなことない なくない。でも反抗期はしゃあないと俺は飲んでるよ全然。でプラスなことある、分かった。唐揚げいるか、昨日から食いたかったんじゃん。そやろ、めちゃめちゃうまい。はい、あった。新パパ、俺言ったよ、もうそこまでひどくなってきたら俺はもういつか回復するでって言ったよ。今携帯ちょっと考えよう。はいすぐ、はいわかりましたで用意はできへんからすぐ。今日夜ちょっとあの仕事、仕事先の人とちょっとご飯食べなあかんから、唐揚げ全部うまくやるわ。夜も食べて。でもお前の第一声から仲良くしたいっていう言葉出たから、あれが本音やと思うわ。うわーやばい、いい匂い。女は愛嬌、男は度胸ですって。なんかもっとゆっくり語りよ。答えやったらもうちょっと、いやもう大人の階段登ってるけど、ちょっと何が言いたいか俺も分からなかったから、とりあえずそれ仲良くおろう言うことや。 OK、もう俺も当分言わんから自分ら気ぃつけや。必ず見てるから陰で頑張ってる姿もそうやし、必ず親は見と思うよ。いや親じゃなくても一緒におる仲間は見てるはずや。いやー、多分リオが昨日食いたそうやなと思っとった。うわバリうまいよ。じゃあ仕事行ってきます。行ってきます言うて早速なんで靴ひっくり返っとんねん。早せえ。はい、終わりました。難しい。まあまあ仲良くなって、まあ、普通になりましたけど、難しい。俺もなんて言っていいか分からへん。マジ口下手。反抗期は分かってるんです。反抗期やから分かっと。ただ大人になってまあこんな偉そうに言ったりとか、また説明の仕方が違うと思うし、こう分かってる部分もあるから難しい。シンプルに伝えないとちょっと分からんのちゃうかなとか、まあ背中を見てるというかいう感じが、聞き分けはいいです。ただ俺の口が下手くそ。まあまあ難しいな。
まあこんな感じで、皆さんもしかしたらお見苦しいところもあったかもしれませんけど、この親父は何言ってんだっていうところもあったと思いますけど、日々子育てさせてもらって、日々向き合って、俺成長してる、子供らも成長してるけど俺も成長してる、いろいろ考えすぎるから余計難しいのね。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で仕事行ってきます。